ディオジャムウィワナビユアナンバーワン。沈黙のある希望を飲み込み時を待ってる。例えば悲しみも込めずに愛を歌えるかい、その等身大の愛を。人間人と人の間に何を育むかってことだろう。友情であり愛情であり孤独であり勇気また夢であり、何の駆け引きもなくそれを言葉にした時に一つの歌が生まれる。しまいのありがとうやごめんなさいは数えきれない。だからここには希望を成し遂げるために住むよ。振り向かずに思い出にぶら下がってる今は俺にはない。もっと輝く明日を見据え、この現実を踏みしめるよ。特別なものなんて何もなくていいなら私らしくありたい。擦り切れた言葉を祈り狩りに透かしを誇らしく歌い続けたい。人生は儚い、夢を旅することじゃないさもわかる。幸せなんて言葉も忘れて走るんだ。涙の寸前には言葉にもならない、本当の気持ちがあった。何も伝えられず声にで隠した全ての悲しみをここに解き明かすよ。ここで終わらせるよ。何も変わらない、立ち上がり何か始めるんだ。空っぽの鳥がどうそこに置け、正しい場所でありふれた木、先に光を灯してゆけねばいい。人生は何かに立ち向かうためにあると言っても過言じゃない。前だけを向いて歩こう。余計なものを失うためにも次第に次第に明日が光る。それが気概とやる意も持ち帰り、達成の涙で頬を濡らせよ。誰かのせいにして足りないものばかり数えて終わりたくないから、偽物の翼を畳んで歩くんだ。見上げる空が目に色で、ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。何が問いわけなんだ自分でツッコミ入れてどうするよ。9月の7日でございますレディオジャム岩波岩波ワンのお時間がやっておりました。渡ってたんですけど、なんかちょっと暴走気味ですね。ちょっとだけ体が温まるとこういう風になるんですね。ということで今日もやっていきましょう。レディオジャム岩波岩波ワン、インズグラブスーパーノマでございます。21世紀型アーティスト発掘企画。この、なんでしょう、夏なんだか秋なんだか分かんないような天気を吹き飛ばすように、インディーズ業界で、頑張っているいろんなミュージシャンの方をですね、まあ、おたがりする企画ですね、ご紹介しようという、そういう表でございますけども、今日の一曲目は、アクアタイムスというアーティストのひまわりという曲を聴いていただきました。アクアタイムス。ボーカルが太志さん。ベースが OKP スターさん。で、ドラムが、アビコパラディドルさん。言いにくいよ。で、ギターが大輔さんで、キーボードがまゆかさん。この5人組。5人組なんだよね。で、結成5ヶ月。僕らの音楽は寂しがり屋たちが賑わう温かい場所であってほしいという思いを込めて、アクアタイムスを結成。ジャンル分けすればミクスチャロックだと思いますが、特に枠にとらわれず人を感動させられる曲をたくさん作っていきたい。話すまでますね、私。9月21日の日曜日に原宿のルイド。9月の23日の火曜日に川崎クラブチッタ。こちらはちなみにオーディションのイベントで。で、10月の16日の16日に木曜日には、渋谷ブエノスにて。ほんでもって10月22日には六本木エッジ、これまたオーディション。以上の日程でライブがあるということでございまして。
ですね、ホームページはないので、ミュージーのウェブサイト、こちらの方にリンクを貼っていきたいと思います。スーパーノマのウェブサイト、http://www.s18.xarea.com/noma。wata.s18.xrea.com/nova こちらの方ですね、こちらの方にアクセスしていただいてですね、アクアタイムズトップページにちゃんと、ノーイメージになってたかな、アーティスト写真がなかったんでノーイメージになってたと思いますけど、もうそことかクリックしていただいてですね、ぜひぜひ、ミュージのウェブサイトの方にアクセスしていただければなと思います、ということで、今日の1曲目はですね、アクアタイムズというアーティストのひまわりという曲を聴いていただきました。ということでですね、レディオジャム、ユアナビーワンをやっておりますけども、ですね、今、携帯の方にメールが届きました。なんでございましょうか、市原由美子さんのライブのお知らせだそうです。これはまたスーパーノマの掲示板の方でフォローしましょうね。後回し。ですね、先週も言いましたけども、エンディングで、ウェブサイトが5周年です。98年の12月11日からやり始めて、今年2003年の12月で、ちょっと5周年ということでですね、ウェブサイト、うちのウェブサイトはですね、基本的に過去のデータがほとんどないという、非常に極めて珍しいウェブサイトなんですね。まあ、スーパーノマのウェブサイトみたいに、まあ、ある程度1年間データが蓄積されているというのはですね、かなり珍しい方の部類でございまして、808号のウェブサイトのようにですね、もうなんか数ヶ月経ったら日記が消えるとかですね、この前載ってた写真はどこ行ったとか、そういう、そういう世界なんですよ、うちのウェブサイトは。だからこの5年分、いろいろデータは残ってるんですけども、ほとんど公開されてないものがありましてですね、そういうことがありまして、この5月じゃないや、この5月、なんで5月ができたんだ12月までの残り3ヶ月ぐらいの間にですね、この5周年企画として、ウェブサイト補完計画、補完はちなみに補うに完全の完と書くあの字ですね、補完です、をやろうかなと思ってます。補完計画、ちなみに、まあ、つまりどういうことかっていうと、今までウェブサイトが立ち上がった時から、今に至るまでですね、それで、なんか公開していろいろなコンテンツを、まあ、ちょっとまとめてまた載せてみようと、みんなに見せましょうという企画をやってみます。で、今日9月7日更新分ではですね、まあ、第1弾ということになりますけども、去年のですね、レディオジャムでやった企画、例えばですね、元旦のですね、渋谷に歩きましたけども、その時の、レポートとかですね、あと、番組の企画でマックを直しに行った時とかですね、そういうような、いわゆる番組レポートですね、そういうのが復活したりとかですね、あと、バックガールズっていう、携帯のカメラを使ってやった、ちょっとした企画、そういうのをですね、昔載せてたんですけども、それ最近消してたんで、またちょっと、皆さん見れるようにしましたので、ぜひぜひ見ていただければなと。こちらの方はですね、http://www.8085.jp.tc。8085は、要数字ですね。半角数字の8085です。8085と入れていただいて、ぜひぜひ見ていただければなと思います。なかなかね、写真がいっぱいあって見甲斐がありますので、なんだ、こんなもんかって実際に見てしまえば思ってしまうと思うんですけども、まあ、ぜひぜひ見ていただければなと思います。まあ、あと他に言いたいこといっぱいあるんですが、とりあえず先に曲行きましょう。ということで、今日の2曲目はですね、ワイルドソースというアーティストですね。ワイルドソースの The Message to You という曲です。かなりジャジーでファンキーな曲なんで、心して皆さん聴いてください。ということで、どうぞ。
ということで聞いてます、ワイルドソースザメッセージというという曲でございます。来てますな、後ろこのワウギターは何ですかすごいですね。ワイルドソース、2002年結成、ベロニカ・アナベルのコンペ在住2人によるユニットということで、ソウル、ジャズ、ファンク等のブラックミュージックをルーツに、ワイルドソースのテイストを盛り込んだ楽曲世界を、展開中。クラブを中心としたライブイベントも現在計画中と。で、まあいろいろありましてですね、ボーカル担当ベロニカさんはですね、幼少より本格的にクラシックの英才教育を受け、声楽ピアノを専攻すると。で、また同時に両親や兄の影響からジャズ等のブラックミュージックにも慣れ親しむ。高校に入学後は演劇も同時に始め、大学入学後は自ら劇団を旗揚げし本格的に演劇に没頭。その間音楽活動は休止。で、2002年アナベルとワイルドソースを結成、現在に至るということで、なかなか濃いわけですね。つまり元々ちゃんとした音楽教育をされていた方がここだということですね。ほいでもって作詞作曲編曲を担当されているのがアナベルさんで、こちらないです。すごいもう影響を受けたアーティストはスライ&ザ・ファミリーソン。もうドンピシャだもん。で、その後ジャズにも傾倒し、で、うんにゃかんにゃになりましたですね。で、来ましたよ。2000年14人編成のポーン系インストバンドを結成。14人編成でステージ入るのかい？で、そこのリーダーとして作曲アレンジを手掛け、定期的にストリートライブを観光。ストリートライブなんだ。で、数々のイベントにも参加。2002年ワイルドソースを結成。音楽制作を中心に幅広い活動を開始、現在に至るということで、ホームページは acdb://wild-sauce.com、acdb://wild-sauce.com ということで、なかなか濃いですからね。てかこのパーカスかっこいいよね、後ろポンとこどんとこ言ってるの聞こえる？今ないね。パーカスかっこいいんですよ、なかなかね。ということで、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。ということで、ワイルドソースのザ・メッセージというという曲を聴いていただいたところで、一旦お知らせね、いつも通りでございますけども、行きたいと思います。こんばんは、声マニアのカズマです。いい声が好きなあなたのためのラジオ、イノセントハルシネーション。毎回本当に素敵な声の持ち主が現れる。心地よく聞きやすいをモットーに喋り倒します。爆笑フリートークに本格ラジオドラマなど盛りだくさんの30分。今夜もあなたはメロメロだ。イノセントハルシネーション。ホームページヘブンリーブルーの URL は www.tokne.com/home/ヘブンリーブルー。これを聞かなきゃ眠れない。レディオジェミンプレゼンツラジオ同盟では、いろんなネットラジオ局の番組配信情報とかが見れちゃいます。気になる方はぜひぜひ今すぐチェックしてください。アクセスは8085のホームページ http://www.8085.jp.tc に今すぐアクセスな。インカグルーブスーパーノア。
で聴いていただいております。ミミヤ、というアーティストでございまして、ミミヤ、ミミは愛ですよ。ね、EYE の愛。そして、ヤはショップですね、ミミヤ。ね、なんで今ここで入ってるのかって、残り1分ないんです。ですね、この曲は春の日の詩、または春の日の歌、芝の寺に、ね、ごんべん書いた方の詩ですね。この耳は、とにかくすごいです。こんななんかゆったりとした感じの、なんて言うんでしょう、こう、どちらかというと癒し系みたいな感じなのに、プロフィール。皆さん、覚悟してくださいね。鼓膜渦巻き館、三半期間の密輸販売が本業です。創業2002年10月。これしかないんだよ。これ、どう話を膨らますの？すごいですね。この中にあれだよね。なんだっけ、耳の中に入ってる石、なんつったっけ、ね、いや、それが入ってないのが不思議ですが、まあ、とりあえず、耳や、春の日の詩、または春の日の歌という曲を聴いていただきました。スーパーノヴァのホームページのアーティストページ、こちらの方からですね、こちらはミュージのウェブサイトの方にリンク貼っておきますんで、ぜひぜひチェックしていただければと思います。ということで、聴いていただいた曲はですね、耳やの。耳や、なんかちょっと言いにくいけど、耳やの。春の日の指定曲を聴いていただきました。ということで番組はまだまだ続くんです。皆さんこんばんは、のぎるです。私のホームページ GAV ではインターネットラジオ前中の GAV を公開しています。 URL は http://www.co/gav です。どうぞよろしくね。インターネットラジオステーションそよ風で大好評放送中のミスター Y のワイワイラジオ、ぜひ聞きに来てください。各週土曜日更新してますよ。アドレスは http://www.co/radioshoです。よろしく。今日も濃密度たっぷりの、間違えたフェーダー下げる方。今日も濃密度たっぷりのレディオジャム、イワナビー、イワナンバーワン。ミスも一個入りましたけどもね。ということで、お届けしてまいりましたけども、いかがでございましたでしょうか。今日はここまででございます。ということで、今日ご紹介したアーティスト、アクアタイムス、そしてワイルドソース、そして最後、ビミア、この 3組のアーティストですね。こちらの方は、スーパーノマのホームページ、CDB コロンセス、シューワードワード .s18.xeria.com/nova。こちらの方で情報フォローしておりますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。アーティスト写真も見れて、顔なんかも見れたりします。はい。まあ、他にもいろいろキロある、あるんですけどね。そしてですね、もう次行きましょう。来週です。9月14日からの放送分で取り上げる3曲ご紹介しましょうね。ですね、予告でございますけども。来週まず、ベイビーズというアーティスト。これ、ちょっと前に番組でも取り上げましたし、フロントラインの方でも取り上げましたが、そのベイビーズのですね、新しい曲、Show Me Your World という曲を聴いていただこうかなと思ってます。すごいですよ。あなたの世界を私に見せてっていう。こう、ペネトレイトする感じですね。そういう曲を。そしてですね、Your Song というアーティストの赤い花という曲。赤いの赤は、朱色の朱。書いて赤い花。そして二年生植物というアーティストのレインボーという曲ですね。もう言わなくても二年生植物さんみんな知ってると思いますけども。この前の808号ミックス、ね、あの曲でもうかなりの衝撃をこの番組に与えてましたけども。ということでね、今日の予告はまあそれすごい二年生植物さんとかちょっと置いといてですね、ちょっと問題があるアーティストの曲をちょっとね、今日は予告として書きようかなと思います。Your Song というアーティストの赤い花、ちょっと頭聞いてみましょう。なんで問題があるのか。この曲実はですね、ショートバージョンなんです。で、フルバージョンを送ってくださいよ、というふうにですね、まあ、アーティストとの、てか、使用許可の交渉をやった時に、連絡したんですけども、まだ届いてないんです。一週間前だというのに、フルバージョンがまだない状況なんですね。これで来週の放送一体どうなるのか。もしかしたらショートバージョンで終わっちゃうかもしれません。
ということで、ここまでね。ここから先は詳しくはまた来週を聞いていただければなと思います。ということで、来週9月14日からの放送もぜひぜひお楽しみにしていただければなと思います。ということで、残り40秒の40秒40秒しかねえのか。言いたいことはね、2つあります。今現在、かおりさんのウェブサイト、ミュージシャンかおりさんのウェブサイトを作っております。で、かなりすごいことになってますんで、まあ、ぜひ見ていただければなと思います。そのうち出来上がると思いますんでね。ちなみに、かおりさんのウェブサイトは http://かおりせく .insta.ne.jp スラッシュトップスラッシュ。これちょっと URL かもし、変わるかもしれませんけども、ぜひぜひ見ていただければと。あとは今、もう一つ言いたいことは、iPod の Windows に対応してる Music Match っていうソフトはかなり重くて辛いんで、最近シェアウェアに変えました。以上です。また来週。